カンスゲは、カヤツリフサカスゲ族の大柄な常緑のスゲである。ミノを作るのに用いられたこともある。山間部では身近に生育する大型のスゲの代表的なものとして、様々に利用されてきた。幅広くやや厚みのある硬い葉をしており、常緑性で冬も葉をつけている。カンスガの名もこれに由来するものである。多数の根質葉を、それぞれやや斜め上に伸ばす。葉の縁はザラつく。 株は大きくなり高さ30センチメートル以上にもなる。葉の根元は黒子色になる。根元から補服形を出す。下水は4月頃から出る。一つの株から多数が出る。穂は葉より高くは伸びず、葉の間から姿を見せる。先端には褐色で細長い防水系のオスコボがつく。それより下の家系からは数個のメスコボが出る。メスコボは 細長い棒状で、下の型のものには、はっきりした柄があり、いずれも上を向いてやや立つ。メスコボの基部には、ツトがあるが、鞘の先の洋上部は、針状になっている。メスコボは、輪片、下方ともに淡い色なので、黄色っぽく、あるいは白っぽく見える。下方は尖ったくちばしがあって、反り返る。保全体としては、くちばしが外に向いて尖るので、トゲトゲした感じになる。 山間の谷間に多く、特に水辺で多く見られ、多い場所では一面に群生する。本州の中部太平洋側から中国地方、四国、九州に分布する。変種の細葉カンスゲオイは日本海側に分布し、葉が細い。かつては刈り取って、実のやかさを作るのに用いた。また、不入品を栽培することもある。近縁の多くのカンスゲは全体によく似ているが、 新芽の時に鞘が長く、黒か主食に発色するのが特徴である。形態に変異が多く、いくつかの変種が報告されているが、詳細については意見が分かれる。宮間ゲも変異の多い種である。メスコボが遥かに細く見えるのが特徴である。その他の主な特徴はカンスゲと共通する部分が多いが、地方によって様々な変異が見られる。 カンスゲに似た姿をしたものもあるが、葉の幅が広く、柔らかい感じのものは、全く違った姿に見えるものもある。補服形がないのが、普通ながら出るものもある。様々な変種が記載されており、現在も地方変異を分ける試みが提案されているが、定まった説はない。八丈カンスゲは、伊豆八丈島の固有種である。大島カンスゲも伊豆諸島の固有種であるが、こちらは、 ヒメカンスゲの禁煙種とも言われる。ヒメカンスゲは、これまで挙げたものに比べると、かなり小型のスゲで、山野の日当たりの良いところから、谷間まで様々なところに生える。全体として、カンスゲを小型にしたような姿であるが、これも変異の幅が広い。花は早いものは3月末から咲き始める。オスコボから伸び出すオシベが黄色く鮮やかで、スゲ族の中では、 例外的に華やかに見える。日本のスゲ類では、常緑性のものはそう多くない。その中で、類縁の遠いものでも、常緑で硬い葉を持つスゲはカンスゲの名をつけられる。傾向がある。コカンスゲは、産地の林内に生え、細くて硬い葉を伸ばし、捕腹系がよく発達する。細長い家系に数個の大きな小房をぶら下げる。 コボは先端に棒状のオバナブがある有志性で、下方は大きく、くちばしがあって反り返る。岩ンスゲ、小岩ンスゲはいずれも産地の岩場に生え、コボは黒っぽく色づく。スゲ属カレックスカンスゲは、園芸分野においては、本種の不入り種が、島ンスゲとして、多く出回っている。は、本種ではなく同じヌカスゲ節に属する別種である。ありがとうございます。